どうも、つぶつぺです。今回はネットショップのご案内。今回のネットショップなのですが、今まで購入履歴のない、ご縁のなかった方向けの通販となります。何度も何度も挑戦していただき、なかなかご縁のなかった方、そういった方向けの通販となります。なので一度購入したことがあって、引き続きご自宅でつぶつぶたち育てたいなという方、今しばらくお待ちください。ですが、このご縁のなかった方向けの通販、なんと一番人気があります。なので当選確率で言うと、だいたい4人に1人のご縁となりますので、もしも今回もご縁がなくても、次回のご縁に繰り越したと思っていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。そしてつぶつぶや、まだ始めたばかりの頃の通販、実は応募もたくさんあって用意できる数が少なかったため、10人に1人ぐらいの確率でした。それが今4人に1人まで生産頑張ることができております。応募も増えたのですが、生産も増えたので、だいたい今はそんな感じ。そして春や秋のシーズンを1シーズンずつ乗り越えることによって、そしてその時期にどんどん増えているので、次の秋には2分の1ぐらいまで落ち着くんではないでしょうか。さらには来年の春には皆さんにお届けできるようにめちゃくちゃ頑張ります。ということで、早速品種紹介お届けします。今回お届けする品種は、つぶつぶ屋の代表品種コウメ、だるま姫修理×スプリングワンダー。ちょっと紅葉が冷めてきて若干ちょろっと伸びているものもありますが、こちらカットして刺したり、葉差しもめちゃくちゃ簡単に増えるので、今からもりもり増やして秋や冬を迎える頃には真っ赤な可愛らしい小梅をたっぷり楽しむことができます。めちゃくちゃ可愛い。続いてこちら、だるま姫修礼×デレセーナ、あだ名は桜餅。今はグリーングリーンしていますが、夏にもほんのり紅葉を見せてくれ、秋や冬にはシックで大人っぽいスウィーティーな桜餅カラーを演出してくれます。もりもり育つとこんな感じ、もりもり。続いてはこちら、だるま姫修礼×ケッセルリンギアナ。片親になったケッセルリンギアナの特徴でもある葉が肉厚でムチッと短いが、だるま姫修礼にしっかり遺伝されることによってもりもり増えて、ムチッと白っぽくて可愛い。あだ名はお餅のめちゃくちゃ可愛いつぶつぶ多肉。そして今回こちらの二寸ポットではなく、こちらどうでしょう、 2.5 号ポットです。通常はこちらの二寸ポットに1つ頭だったり、お得な時は3つ頭だったりするのですが、今回はこの 2.5 号ポットにあふれるほどにもりもりです。だいたい3倍から 3.5 倍ぐらい入っています。このそれぞれが秋が深まる頃にはめちゃくちゃ白く、もっちりとお餅のように育ちます。続いてご紹介するのはこちら、お姫シテリナ×サラ姫ボタン。まるでお姫様が艶やかな着物を着ているような見事な紅葉を見せてくれるこちらのお姫、今はややグリングリになっていますが、冬は燃えるようです。そして今回お届けするこちらのお姫も 2.5 号ポット、もう秋や冬には群生すること間違いない、めちゃくちゃお得な株になっております。だいたいこちらもお姫の頭が5個や6個以上入っています。これから先梅雨や夏になるにつれて、こちらの紅葉は冷めてグリーングリーンになりますが、秋や冬には再度燃えるような見事な紅葉を見せてくれるのでご安心ください。最後にご紹介するのはこちら、だるま姫修礼×花うらら、あだ名はお花。先ほど紹介したお餅とよく似ているのですが、こちらは秋が深まり紅葉が進むにつれ、葉がふんわりふんわり白っぽいピンクに変化します。さらに葉先もシュッとシュッと爪先部分が尖ります。さらにさらに今回お届けするのはこちらの2寸ではなく、はい、こちら 2.5 号ポット、めちゃくちゃもりもり、すごい
すごいです。以上、こちらの5点セットとなります。今回こちらのもりもりあふれた 2.5 号ポットをお届けするので、若干届いたばかりの時に葉っぱが数枚落ちている場合もあるかもしれません。ですが季節的にもめちゃくちゃいいので、そちら葉差しでもりもり増やしてあげましょう。万が一多少折れても傷むことはないので、カットして刺したり葉差しを楽しみましょう。よろしくお願いします。それでは続いて購入方法なのですが、今回もベースのネットショップクワトロにて販売となります。販売方法は抽選販売、本日4月13日土曜日の21時から、あさって15日月曜日の21時までを応募期間とし、お待ちしております。応募方法はコメント欄にリンクを貼っているショップに進んでいただき、あとは商品をクリック、そして記載通りに進んでいただければ大丈夫です。決済方法は抽選販売となるため、残念ながらクレジットカードもしくはデビットカードのみの対応となります。初めて抽選販売に参加される方、ショップ内にあるショッピングガイドを一度お読みいただけると大変助かります。その上でもしもわからないことがあれば、コメント欄にご質問よろしくお願いします。抽選とご縁のなかった連絡なのですが、16日火曜日の午前8時ごろ皆様にメールが届きます。時々メールが届かないという方がいらっしゃいますが、コメント欄にメールが届かない方へのリンクを貼っていますので、そちらを一度お読みください。よくある原因なのですが、お客様が購入時にご記入いただくメールアドレスがちょっと間違っている場合があります。とても分かりにくいのですが、ハイフォン、横棒などが大文字になっていたり、ドットがちょっと違ったりと、わずかな違いでメールが届かない場合があるので、メールを入力する際、半角の英数字になっていることを今一度ご確認いただけると嬉しいです。最後になりますが、当選の連絡のメール、当選された方は当選されましたと連絡が行くのですが、ご縁のなかった方に落選しましたという定型文が用意されています。ですがちょっと落選という言葉がとても残念な気持ちに朝からなってしまうので、次回へご縁が繰り越されましたという表現を使わせていただきます。ここにご縁という言葉が入っているので、メールを開いてやったご縁があったとちょっと喜ばせてしまうかもしれませんが、残念ながら今回はご縁となりませんでした。次回へご縁が繰り越されましたという表現に変えさせていただきます。ちょっと紛らわしいんですが、せめて朝からちょっと気持ちが沈まないようにという感じです。ご理解いただけると嬉しいです。皆様が楽しいつぶつぶ生活を迎えることができるように、この春もめちゃくちゃ頑張っておりますので、よろしくお願いします。それではご応募お待ちしてます。